トネは、大日本帝国海軍の重巡洋艦。トネ型重巡洋艦の一番艦。その艦名は日東巡洋艦の命名慣令に従い、関東地方を流れるトネ川からちなんで名付けられた。この名を持つ、帝国海軍の艦船としては四隻目。艦全部に、主砲等四機を集中指向部を、飛行機発進艦艦、水上偵察機体機所とした。 第二次世界大戦当時としては、珍しい艦型である。艦内神社は、カトリ神宮である。艦名は、海上自衛隊の阿武熊型護衛艦、とねに継承された。重巡洋艦であるにもかかわらず河川名が付けられた。理由は最上型重巡洋艦五番艦として、計画されたためである。後に再設計により、重巡洋艦となるが艦名はそのまま使用された。 最初の計画では、最上型と同じ15.5センチメートル砲を装備する、いわゆる条約型として1934年12月1日に寄港した。諸外国に通知した時の数値は、基準排水量8636トン、水泉全長187.21メートルである。しかしとも鶴事件や、第四艦隊事件の教訓によって、計画を変更した。 2 0 3トル手法に連装4機8門を艦首に集中配置することによって艦尾を上げ、水上偵察機搭載能力を増した独特のシルエットを持つ1万トン級の従順洋艦として収益する。艦橋が中央部にあるため、火事を取る時の感度は抜群で、相関しやすい艦だったと伝えられている。トネ型は2計画に基づく、 巡洋艦の整備計画で建造が決まった。トネは1934年12月1日、三菱重工業長崎造船所で寄港した。同日、トネと命名。官邸類別等級表にトネ型が新設された。1937年11月21日に、浸水。1938年11月20日に、竣工し、横須賀守府席となった。 1939年5月20日に、ちくまが竣工し、同日府で、トネとちくまで、第6戦隊を編成した。7月下旬、第6戦隊は、マイズル港に初入港。マイズルに帰港するときは、関西機を、栗田水上機基地に預けることになった。11月15日、トネとちくまは、第8戦隊となった。12月1日、トネとちくまは、 マイズル・チンジュフに転籍した。トネとチクマは、マイズル市民に、親しみのある軍艦となった。マイズル戦艦、トネ、チクマの続称もあったという。1940年9月17日、トネは、クレを出撃し、21日に、海南島三河港に到着した。22日、IC 作戦が発動され、従順町会、第二航空戦隊、第一駆逐隊、 第四駆逐隊、舞鶴第一特別陸戦隊、上川丸と共に、北部仏印進中の支援を行った。第八戦隊は、戦団護衛、上空紹介任務に従事し、この任務がトネとチクマの最初の作戦行動となった。9月29日に帰還命令が下り、10月6日に日本へ戻った。10月11日の紀元2600年記念行事で、 ちくまとともに、艦艦式に参列した。12月、航空規定数が3座推定1機2座推定3機に変更された。8月1日、第8戦隊司令官は、安倍後期少将となった。9月1日から、ドック入りし、補修と点検を行った。9月22日に、舞鶴を、出港。9月26日に、スクモ湾へ入った。推定隊は、 遠距離索的や夜間間降下爆撃の訓練に従事した。10月25日、第8戦隊は第1特別行動部隊に編入され、真珠湾攻撃に向けて第1航空艦隊と行動することになった。11月3日、第1航空艦隊は有明湾に集合した。11月10から13日、クレ軍港で燃料補給、弾薬補給を行い、搭乗員は、 太平洋全域の地図を受け取った。11月14日、クレを出港して、再帰湾に入港した。18日、再帰湾を出港。21日、エトロフ島の単幹湾に入港。乗組員は、タラバガニを釣って、栄機を養った。11月26日、第8戦隊は、第1航空艦隊を中心とする、機動部隊と共に、 新珠湾に向けて出撃した。日本時間1941年12月8日午前0時、トネ艦長は、艦内神社に参拝。午前1時、トネ1号機が本館を発進し、淵田光雄総飛行台長を率いる空襲部隊より一足先に新珠湾へ向かった。姉妹艦畜馬からも作敵機が発進しており、トネ機と畜馬機は、第一次攻撃隊より1時間前に、 ハワイ上空に潜入式場や湾内の状況を報告した。午前1時30分、空母6隻より攻撃隊183機が発進。午前2時、トネ2号機が所在不明の米空母を捜索し、午前5時30分に帰島した。トネ1号機は戦艦霧島のマストを超えるしぶきが上がるほど荒れた。海への着水に失敗し、転覆して失われた。 ナグモ機動部隊は日本への帰路に着いたが、ウェイク島では島を守る、少数のアメリカ軍の海兵隊によって上陸作戦を決行した南洋部隊が撃退された。ウェイク島第一次攻略作戦の失敗により、ナグモ機動部隊に支援命令があり、第8戦隊司令官、安倍後期少将指揮下の第8戦隊は第2航空戦隊司令官、 山口多門少々指揮下の空母2隻第17駆逐隊第1小隊とともにウェイク島へ向かった。12月21日から始まったウェイク島第2次攻略作戦では、トネ・チクマの推定が周辺作敵と対戦紹介のため発信する。日本軍は島に航空基地価格濃厚があると推測し、陸戦隊により完全占領するしかないと考えていた。 23日、日本軍は、ウェイク島の占領に成功する。任務を終えた第8戦隊は12月29日、クレに入港した。1942年1月9日、南太平洋における、日本軍の作戦拠点を獲得すべく、南雲機動部隊は、出撃、第8戦隊も追伴して、日本を出撃した。一月十五日トラック入港、十七日に出港して、 ラバウルへ向かう。1月23日、トネ水上偵察機部隊が、ブーゲンウィル島北方の部下島を爆撃した。高橋の著作では、零式推定1機、95推定3機だが、戦闘商法では、3座推定2機、2座推定1機となっている。1月24から25日には、第8戦隊と軽巡洋艦アブクマが、ナグモ機動部隊より分離し、 水底隊がアドミラルティ諸島を爆撃する。ビスマルク諸島攻略の終了によって1月27日トラック白地に戻った。2月1日、マーシャル諸島に空母2隻を含むアメリカ軍機動部隊出現の報告を受けて出撃するが快適せず、ナグモ機動部隊は南洋艦隊に編入されてライン作戦の支援に向かった。2月8日、パラオ白地に到着し、 第4戦隊等と合流する。2月15日、パラオを出港して南下し、オーストラリアへ向かう。2月19日、ナグモ機動部隊によるポートダーウィン空襲を支援。空襲中に、トネに号機が特設巡洋艦ヘクターを発見して、日本軍攻撃隊を誘導、撃沈に貢献した。2月21日、セレベスト、スターリングワンに入港した。2月25日、 スターリングワンを出港し、クリスマス島近海で行動する。3月1日、ナグモ機動部隊は、アメリカ海軍駆逐艦、エドサルと遭遇、第8戦隊は、第3戦隊と共に追跡したが、警戒艦,艦艇に対する射撃は、遠距離においては、命中率不良にして、意外に多量の弾丸を消費すると述べるように、なかなか、エドサルを撃沈できなかった。そこで、 日本空母から99式艦上爆撃機が発進、爆撃で航行不能になったエドサルに砲撃で止めを刺した。続いて3月3日、トネ推定搭乗員の高橋によれば、トネは商船を発見し、砲撃で撃沈したと述べている。なお、南雲中上司令部付の信号兵だった橋本博史によれば、商船、もっとよカードを攻撃した際に、ちくまの砲撃が、 空母赤城の艦上を通過し、長雲中将が第8戦隊を出席したと証言している。このエピソードも戦闘情報によれば、駆逐艦疏風、知らぬ日、夕暮れ、有明による激鎮である。3月11日、スターリング湾に戻った。3月26日、ロ論と攻撃命令を受けて、スターリング湾を出港し、オンバイ海峡を通過して、インド洋に進出。 スンバ島南なを精神した。4月、イギリス軍東洋艦隊の進出に伴って、正論沖機戦が発生し、ナグモ機動部隊は大きな戦果を上げた。4月5日午後1時、トネの94式水上偵察機が、イギリスの従順洋艦ドーセットシャー、コーンウォールを発見した。だが94水艇は、燃料不足のため直接を断念した。 午後2時55分、零式水上偵察機がイギリス軍従順洋艦を再発見し、艦爆隊を誘導した。ドーセットシャーとコーンウォールの2隻は攻撃開始から、わずか17分で沈没したという。4月9日、ナグモ機動部隊は、イギリスの空母、ハーミーズを撃沈するなどの戦果を上げたが、とね、赤城は、ウェリントン爆撃機の奇襲を受けている。第八戦隊は、 南方作戦の終了に伴って、日本本土に戻り、4月23日に前、舞鶴木、舞鶴海軍交渉で各部の修理を行う。5月16日、舞鶴出港。翌日、柱島白地に集合する。1942年8月24日 B-17 より、撮影回避行動中のトネ特設運送船、国陽丸から、 洋上補給中1945年7月24日、停泊中の空襲対破着艇1942年6月上旬、第8戦隊は、第一航空艦隊司令長官、ナグモ忠和中将の指揮した、ナグモ動部隊として、ミッドウェイ海戦に参加する。この時、トネのカタパルトが故障し、トネ4号機の発進が30分遅れ、 日本海軍敗北の一員となったとする文献がある。後年の研究では、筑く1号機は、米軍機動部隊の上空を飛んでいたが、運量のため発見できなかった。またトネ4号機の発進が遅れたからこそ、アメリカ艦隊を発見できたのであり、定時に発信していたら帰って発見できなかった、可能性が高いと言われている。また、土イ日に中佐はトネ4号機のコンパスが狂っており、 このため、アメリカ艦隊を発見できた可能性を指摘している。後日、アマカス将尉は、夜間作的に出撃して戦死した。ミッドウェイ海戦後に、アリューシャン作戦を支援した。6月24日、内地に帰島した。7月14日、原忠和少将が、第8戦隊司令官となった。北方作戦支援を終えた第8戦隊は、葛島白地を経て、 マイズルに開港され、7月16日寄港。修理と整備に従事した。この時トネのウゲンマ駅タービンに故障が見つかり、応急措置を行った結果、合計出力は15万2000馬力から14万8500馬力に減少した。8月6日、第8戦隊はマイズルを出発。その後、ガダルカナル島の戦い正規に伴い、ソロモン諸島方面へ進出。 第2次ソロモン海戦や南太平洋海戦に参加した。第2次ソロモン海戦では、軍権隊として参加、トネカンパンの水上偵察機より技伝を発信した。その後、8月24日の対空戦闘に参加、流城の沈没に遭遇した。南太平洋海戦では、第11戦隊司令官、安倍光希少将が指揮する、機動部隊前衛部隊として行動。 本海戦で、筑馬が大破、内地に開港し、修理と整備に従事した。1943年2月15日、トネは、従順町会、第三戦隊、空母2隻、水蒸気母艦日清駆逐艦5隻と共に、トラック白地を出港し内地へ向かった。だが悪天候のため航空隊を収容できなかった3隻のみ、トラックへ引き返した。2隻は、舞鶴に帰島。 同地で入居各館等と共に修理と整備に従事する。3月15日、第8戦隊司令官は、岸福寺少将に交代。翌日、トネは、舞鶴を出発し、修理を終えた地区間と合流する。3月22日、第8戦隊は、空母2隻、駆逐艦4隻と共に内地を出発。3月27日に、トラックへ到着した。 第8戦隊は5月17日、戦死した山本56連合艦隊司令長官の遺骨を乗せた戦艦武蔵、戦艦金剛、戦艦春名、空母費用、駆逐艦5隻と共にトラック白地を出発。5月22日、横須賀帰着。各艦はアッツ島の戦いにより、北方作戦に備えたが、同等守備隊は5月29日に玉砕した。 6月30日、アメリカ軍は、ニュージョージア諸島のレンドバ島に上陸を開始。続いて、ニュージョージア島にも上陸を観光し、ニュージョージア島の戦いが始まった。7月8日、空母4隻、水蒸気母艦日清、従順3隻、軽順洋艦2隻、駆逐艦部隊は内地を出撃。7月15日、トラック白地に到着。続いて、第8戦隊司令官。 岸福寺少々指揮下の巡洋艦部隊及び第10戦隊はラバウルに進出、トネは嵐、チクマは萩風、大淀は磯風に節減しそれぞれ補給を実施した。トネとチクマ、最上、阿賀野、大淀、磯風、両月、初月はトラックへ帰投した。以後は主に中部太平洋で行動した。10月16日、トネの機関室タービンに故障が見つかり、 第8戦隊機関を地区間に移した。トネはトラック白地で応急修理を行ったものの、10月28日に再調査したところ別の機械にも破損を発見した。前線での修理は不可能と判断され、10月31日に日本、クレコへ向け出発した。戦艦2隻、空母2隻、巡洋艦2隻、護衛駆逐艦という編成である。 11月5日朝、巡洋が日本近海でアメリカの潜水艦ハリバットから来撃され、魚雷一本を艦尾に控めなりして直進不能となった。このため、トネは巡洋を栄光11月6日クレに到着した。修理は12月14日に完了。陸軍部隊のカビ園への輸送に参加することとなり、トネは第五戦隊、駆逐艦白露、駆逐艦藤波と共に、 ボニ号輸送部隊となった。呉で陸軍部隊を乗せたボニ号輸送部隊は12月24日に内海西部を出撃し、12月29日にトラックに到着。1944年1月1日、第8戦隊は解体され、トネとチクマは従順クマの従順鈴屋のいる第7戦隊に編入した。ボニ号輸送部隊は1月2日にトラックを出撃し、 4日に、カビ園への用途を行った。トネでは眉住艦長が小銃をまとめて運ぶ、要陸軍側と交渉するなどしていて、第5戦隊の半分ほどの時間で作業を終了した。1月5日、ボニ号輸送部隊はトラックに戻った。1月25日、筆トネは、四季島部隊に編入され、2月1日、トラック白紙出撃。2月3日、パラオ入港。16日、 パラオを出発。シンガポールに向け移動し、21日にリンガ白地到着。トネとチクマは南西方面艦隊の指揮下に入り、27日にリンガ白地を出撃。スマトラ島南東方のバンカ下白地へ移動。従順アオバでインド洋方面通商破壊作戦の打ち合わせを行った。1944年3月2日、第7戦隊は、 万華白地を出撃。従順三隻軽順二隻駆逐艦数隻等で作合作戦に従事する。日本軍の船舶不足を補うため、連合国軍の商船を打破することを作戦目標としていた。中央が青葉、右がトネ、左が地熊という横一列陣形で、作敵中、3月9日午前11時30分に、 イギリスの武装商船ビハール号と遭遇した。打法を試みたトネは、アメリカ巡洋艦に偽装して接近。ビハール号武装射程圏外の距離9000メートルで、軍艦機を掲げ停戦命令を発したが、ビハール号は、救難信号を発信しつつ、逃走を試み、打法を諦めたトネは、同船を砲撃で撃沈した。沈没現場で生存者115名を救助した。 3月15日、トネはバタビアに入港。サ合作戦部隊における戦果はビハール号の撃沈のみであった。サ合作戦を指揮した南西方面艦隊は捕虜の処刑命令を出しており、マユズミ春尾艦長は捕虜35名をバタビアへ送ったものの、サ合作戦が終了し、約80名の処遇が中浮いた。三月十八日にジャワ島バタビアを出港して、 シンガポールへ開港。3月19日、環状で捕虜を虐殺するビハール号事件が発生した。3月25日、第7戦隊司令官は白石一万高市少将に交代。トネはリンガ白地及びタウイタウイ白地で待機。機動部隊に所属し、マリアナ沖海戦に参加した。海戦ではトネが所属する前衛部隊が、 小沢機動部隊本隊の攻撃隊を5射、トネも5射した。6月24日、内地機動。出されたトネ偵察機は各地を点々とし、7月中旬になって母艦に戻ってきたという。7月8日、陸軍部隊輸送を兼ねて内地を出撃。陸軍輸送物資を積載した戦艦部隊、従順熊野島を護衛して林河白地へ向かった。 14日午前3時頃、駆逐艦サミダレが悪天候の中で落語し、行方不明となった。サミダレは、創作に出た離婚に発見されて艦隊に戻った。10月、第7戦隊は、早1号作戦に参加。10月22日、ブルネーを出港した。10月23日朝、栗田艦隊は、パラアント沖で、アメリカの潜水艦2隻から襲撃され、 従順二隻が沈没したが、トネに被害はなかった。十月二十四日、渋谷海にて、栗田艦隊は、アメリカ軍機動部隊艦載機の空襲を受け、第一遊撃部隊、第二部隊は機関を中心とする、臨境陣を形成。トネは、中心の斜め左高型 2km に配置された。一連の戦闘で、武蔵が沈没し、損傷を受けた三隻が、 艦隊から離脱した。戦闘中、眉住艦長は、第二部隊司令部に、武蔵を援護する必要ありと任務と意見無心した、結果、武蔵への援護を命じられる。トネでは、武蔵援護中に、爆弾一発が命中したが不発、小型爆弾の被害も限定的だった。トネと共に、武蔵援護中の真相にも爆弾が命中して、速力低下をきたした。日没後、 マユズミは、現体復帰を、幾度か、意見具心、栗田長官より加齢があり、第二部隊に復帰した。10月25日、トネは、サマール沖海戦に参加。護衛空母から発進した、戦闘機や、雷撃機の妨害に悩まされ、機銃装者によりマユズミも負傷した。408発の手砲弾を発射、うち7発を敵艦に命中させた。トネは、 空母ガンビア米の至近距離まで進出し、砲撃で撃沈した。トネは漂流するガンビア米生存者たちの至近距離を通過したが、機銃走射することなく、トネ乗組員は敬礼して、米兵を見送った。戦後、真ゆずみ春尾艦長はガンビア米生存社会に、同艦の奮戦を称える手紙を送っている。一方、米艦隊の反撃により、第七戦隊では、 重巡三席が落語。第二艦隊長官、栗田武雄中将から反転命令が出ると、眉積艦長は、第五戦隊司令官、橋本慎太郎少将に、現状、砲撃中の敵空母を追撃すべきを、意見愚信しようとしたが、最終的に断念した。続いて、酸素魚雷の誘爆により、大火災となった鈴屋より、白石第七戦隊司令官を受け入れる。は、 鈴ずの救援のためカッターボートを派遣した。トネ探偵上組員11名は駆逐艦沖並みに救助されたが、同艦における対空戦闘で4名が戦死した。一方、第7戦隊機関となったトネでは午後1時40分頃爆弾1発が後部に命中し一時ラ故障となるが復旧に成功した。本海戦における戦死者は19名。 負傷者81名と記録されている。冷凍機械戦後、栗田艦隊はブルネーに退避していた。トネは、駆逐艦島風に便乗中だったマヤ生存者を受け入れ、内地に戻ることになった。損傷のため、速力は20ノットに制限されていたという。トネは、輸送任務のためマニラへ向かう、空母巡洋、軽巡基礎、第30駆逐隊と合流。11月10日、 巡洋輸送隊は、マニラで、基礎と駆逐艦シュグレを入れ替え、内地へ向かった。巡洋隊と別れたトネは11月17日に、マイズルへ戻った。マイズル海軍交渉で、損傷箇所の修理と機銃の増設を行う。残存従順二隻となった第七戦隊は11月21日で、解体された。1945年1月1日でトネは、 練習艦に指定される。同日府でトネは5練習戦隊に編入した。5練習戦隊は4隻となる。2月15日、戦隊に、軽巡王ヨドが加わったた18日、舞鶴港を出港し、20日に、クレに到着した。3月19日、トネは、海軍兵学校練習艦として、クレにて停泊中、アメリカ第58任務部隊による空襲で、 資金団に一発を受け、三番砲塔が使用不能となった。江田島湾のつくも沖合に病白した後、大破着底した場合に備えて、飲み島の海岸付近に移動する。松や小枝などで偽装を施した。7月24日、第38任務部隊によって、再度空襲を受け、左縁中央部に直撃弾を受ける。7月28日にも再度空襲を受け、 アメリカ軍艦再起の空襲により、左限後部に直撃弾2発と資金弾6発を受けた。左限後部の直撃弾は1000ポ本の爆弾で、地上施設破壊用の瞬発進艦であり、トネの水平層看板を貫通せずに爆発したが、被害は甚大であり、資金弾も相まって大浸水をきたした。一時は左限に20度以上傾斜したが、 対岸の海軍兵学校などからも応援を呼んで、ダメージコントロールに努め、転覆を防ぐため注水作業を実施。7月29日に着艇、終戦を迎えた。アメリカ軍による調査実施後、トネは同年11月20日に除籍された。1947年4月7日からハリマズオ戦手、クレ戦挙により解体に着手。1948年5月4日。 不要に成功。同年9月30日、解体完了。トネの解体をもって、クレチクチンボツの解体は完了した。現在、ノミ島のトネ着底場所付近には、慰霊碑が建てられている。また、慰霊碑に隣接して、軍艦トネ資料館があり、トネの打輪、福井り、信号塔、コンパスなどの遺品や精密なミニチュア模型などが展示されている。 トネ型従順洋艦は海戦の時点で最新鋭巡洋艦であり、戦没まで大規模な改装はなかった。しかしながら、戦時中には戦艦によりレーダーの装備と対空機銃の増備を実施している。以下に、その変遷を記述するが、いずれも推定であることに注意。最終時の機銃とレーダーは、とされている。艦長たちの軍艦誌1 2 2から125ページ。 日本海軍史第9巻第10巻の召喚履歴に基づく。竜崎留吉大佐1937年11月21日から1938年11月1日原金江三大佐1938年11月1日から1938年11月20日原金江三大佐 1938年11月20日、1939年11月15日、大西新三大佐、1939年11月15日、1940年10月15日、西田正夫大佐、1940年10月15日、1941年9月10日、岡田亀治大佐、1941年9月10日、1942年7月14日、 アニベユージ大佐、1942年7月14日、1943年12月1日、マユズミ春夫大佐、1943年12月1日、1945年1月6日、岡田裕作大佐、1945年1月6日から1945年8月15日。ありがとうございます。